はい、こんばんは、山田よと申します。さあ、今回はね、2019年10月18日のね、7時前の、映像から迫ってます。これね、近鉄の四日市駅なんですけど、なんでこれをね、ここから撮るかというと、まあもうタイトルの通り、今回は広島呉ね、江田島に行ってきた、旅行の観光でのイベントが高値で行ってきましたよというやつの、動画のアーカイブになっております。まずはね、近鉄からね、これ、難波の方に、これ向かっております。いわゆる、イベント初日の前日ですね、の、映像から始まってますけど、まあまあ、なんでね、こんな前日からね、移動してるのかというのはね、またおいおい説明するとしまして、とりあえずまずはね、これでね、広島に、向かっていきます。まあ、この時はね、本当はね、広島に、行けないかなと思ってたんですけどね、さあ、まずはね、それで、FM がね、来てね、充電できればよかったわと思ったら、やっぱそうですよね、ということでですね、サニーカーの方でね、私の号車はなっておりましたということで、まあこれに乗って大阪に行きますという形になりますね。まあね、もうね、あのスナックカーの方はね、なくなっちゃいましたけど、もうサニーカーもね、まあいつまでね、走るのかね、わかりませんからね。まあこれ、あのあれです、あの2019年なんでね、まだコロナ前なんでね、だいぶ混雑してましたよということで、まあね、仕方ないんでね、モバイルバッテリーの方でとりあえず充電をしてね、そう、仕事終わったそのまんまだったはずなんですよ。その兼ね合いでね、充電もね、十分にまでできてなかったんでね、とりあえずこの辺りを持ってね、行ったんだよっていう感じだったかなと思います。で、これで、まず、鶴橋駅ですね、に着きましたよというところでございますね。で、まあ、鶴橋からまた乗り換えていくわけでございますけど、一回ね、このね、鶴橋駅でね、とりあえず夕飯食べようかということになりまして、駅中にね、あります、鶴橋庵だったかな、次の映像で出てきます。ここね、うどん亭、ですね、うどん亭さん、近鉄鶴橋駅っていうことでね、ここでね、この日はね、チャーシューラーメンを食べた日かな、ここはね、よく寄るんですよ、そう。で、チャーシュー麺がね、これ、ね、プラス120円ぐらいなんですけど、めちゃくちゃチャーシュー乗っててね、これはうまかったと。でね、相変わらずね、やっぱね、鶴橋はね、コスパがええぞと。500円でね、つまみついてビール飲めるんですからね。税込みですからね。いや、さすがやな、ということに、感動しながら、これでね、まずね、広島までの切符をね、買いますよ、ということでね、自由席でね、これ光ったんですけどね。まあまあ、これがね、後々ね、響いてくることにはなります。まあ、それはね、新大阪といった映像なんかで分かってきますけどね。まあ、まずはね、切符を買って、鶴橋駅をね、改札、乗り換え改札の方からね、もうこれ今、近鉄の方の、ところにもうね、緑の窓口あるんですよ、券売機が。ね、ありがたい話でございます。緑の券売機で買って、で、そういや、ね、この場合ってどうやって出るのかなと思ったらね、まずは切符を通してくださいと。で、IC カードで入っとったら、IC カードをタッチすると、改札がくぐれますよっていうことですね。こういうやり方なんやって、そういや知らんかったなということで。ちなみにね、あの、食べとったね、うどん屋さんね、ラーメン屋さんは、このロッテリアが映ってる側の方ね、そう、ホームの方までがいとったんでね、内回り、外回りの方の方に行っちゃってたんで、内回りの方で、ここからね、新大阪の方に向かってくるのに、まずはね、大阪駅で乗り換えますよ、ということでね、もう映像ちょっと飛んじゃってますけどね、そのまま、大阪駅にで、番線乗り換えてね、もう乗ってきました、このね、大阪駅で、この米原駅、ね、の快速。で、まあね、新大阪はね、新快速なんでもね、止まりますからね、とりあえず来た後に乗れば大丈夫やということでね、米原駅に乗って行きますよと。でね、ホームドアとかもね、こんなに来たんやなってのを見ながら、もうね、これすいません、もう、ダイハツの車が止まっとるということで、もうこれ大阪の新大阪駅のね、もうだいぶ中の方に入ってきてますけど、で、ここからそのまま新幹線に乗り換えて行きますよということなんですけど、そう、本当はね、姫路まで、あの、私鉄で行ってね、姫路で泊まって、広島に、あ、次の日の朝行って向かおうかなと思ったら、あ、行けるぞ、これと。ギリギリ、あのね、乗り換え案内見とったらいけるなということだったんで、じゃあもうそのまま広島に行っちゃいましょうと。まあそれを、大阪の鶴橋駅でね、その飯食ってた時にね、見ておったわけでございますね。あ、違う、その前だ、近鉄の特急に乗ってた時だな。そう、だから鶴橋で降りたんだ。なんでね、本当はね、何番行く予定だったんですよね。で、そんなことは置いといて、のぞみの自由席からこれね、のぞみ来るんですけどね、これね、13番ね、13号車の乗り場で待ってたんですけど、飽きませんよねと。1から3号車しか自由席がない。それで、まあ、とりあえずね、急いで、このね、ところに向かうんですけどね、これがね、予想以上にね、そう、連休ですからね、混んでたんですよね。
で、その混んでた様子をね、ちょっとね、お見せいただこうと思います。音声付きで。自由席をご利用のお客様は、デッキで止まらないようにお願いします。どうぞ、奥までお進みください。まもなく21番線から22時、奥立つ、のぞみ127号、吉田行きからお進みいたします。という感じでね、まあ大コンサートしてました。ってことでね、まあ自由席だったんでね、ね、当然座れるはずもなく、1号車のデッキのね、一番前のところ行ったんですね。そしたらね、その後ね、結局空いてね、岡山あたりで座れましたね、ということなんですけど、そう、そしたらね、ちょうどね、移動販売のね、お姉さんがね、ちょうどね、あそこでスタンバってましたよね、その1号車の先頭で。おなんか美味しそうな売っとるってことで、この広島現地のね、エビセンっていうのがね、ちょうど止まってたあたりで、そのまま最初に、あ、じゃあくださいって言ったら、ありがとうございましてね、買いましたよ、ということで、広島気分をね、高めたところで、瀬戸口でもですからね、お、広島来たぞ、という感じで、広島に降り立ちました、というところでございますね。いや、これね、実は広島に行ったのは、約ね、20年ぶりぐらいになったのかな。高校の時にね、行って以来だったんですよね。そう。ということなんでね、だいぶね、駅の様子もね、だいぶ変わってましたけどね。そうそうそう。で、これね、ちょっとね、企画のね、内容だけ言うとことに、まあ、だいぶ、あ、これとかもありがたいですよね。そうそう、乗り換えのやつとかね、我々、一般的なね、鉄道詳しくない方だと、本当にトラップ、引っかかったこと私、一回ありますよ。名古屋で。そうそうそう。免疫でついて、あっちの方出ちゃってねって。そう、本当はその先でね、名古屋市内の、鶴舞までね、行く予定だったんで、疲れたのにっていうことがありましたからね。そう。で、これね、本当はね、どうしたかったかというと、この日ね、裏代表のシアさんがね、夜行バスでね、広島に向かってくると思い込んでたんですよ。で、それで、前日に先回りしてね、広島駅でヤッホーって迎えようと思ってたんですけどね、これは実は大きな勘違いで、シアさんはね、この、日じゃなくて、2日目からの参加予定ということなんで、丸1日私勘違いしておったということで、あ、これはしまったぞということですね。で、本当はこれはまだ気づいてなくて、朝の4時くらいね、深夜バスから到着するのが朝の5時、6時とかなんで、ちょっと深夜の間ね、ちょっと時間が潰せるところっていうんで、満喫でとりあえず仮眠でも取ろうかな、どうしようかななんてね、思っとって、でもね、意外と広島駅前どうしようかなと思って見とったら、こっちじゃなくて、八丁堀っていう方に行った方がいいよというようなね、感じの案内が、で、ネットで見とったらね、あったんで、じゃあ八丁堀の方に向かおうと。いうことで、満喫とかもそっちの方に多いということなんでね。で、これは向かってきますと。で、このね、バス停のところでね、実は、裏代表は、ね、一日間違えとったよと。私の方がね、完全に一日勘違いして、フライングしてね、来ちゃっとったってことにね、来ちゃっといてしまったというところでございますね。まあ、結局ね、なんでね、実は裏代表もね、この後、急遽予定を変えてもらって、次の日、合流することになるんですけどね。まあ、それはまた、このおいおいの話になってまいります。ということで、とりあえず八丁堀に、深夜バスでね、やってきました。本当はね、これ、電停があるんですけど、もうね、この時間はね、市電の方は走ってないということで、市電じゃないのか、路面電車の方は走ってないので、深夜バスでね、移動してきました。でね、来てみたら、結構ね、いわゆる名駅と境みたいな感じって言ったらいいのかな。こっちの方が比較的繁華街の中心みたいな感じになってるみたいで、ね、いろんな店もあったし、まあ、このいわゆるね、快活クラブはね、埋まってるっていう情報が、アプリみたいになっとったんで、どうしようかなというふうに思ってたんですけど、まあ、なんとかなるかなと思ってね、いろいろと歩いてみたら、まあ、結局のところね、この先に行ったところに、自由空間さんね、満喫のがありましたんで、そこでね、一晩を明かすことに、なりましたと。いうような流れでね、これで1日目が終了になります。で、2日目からね、ちょっとね、アーカイブですけどね、ちょっと分けさせてもらおうと思いますのでね、まあ、とりあえず1日目こんな感じで終わりましたよということでございます。以上です。ご視聴ありがとうございました。